こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はこれです。今回は丈夫で育てやすく涼しげな青の花を繰り返し長く楽しめ、別名プルーンバゴの名でもおなじみのルリ祭りについてお伝えしたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。まず育てる場所ですが、ルリ祭りは風通しの良い日光がよく当たる場所が適しています。日光不足になりますと花のつきが悪くなりますので、できるだけ日の当たる場所で育てます。ルリ祭りは地植えして数年経ちますとかなり株が大きくなりますので、地植えする場合は隣の植物との間隔を空けて植えるようにします。水やりですが、地植えの場合根付いてからは雨に任せて、夏場日照り続きでひどく乾燥する時以外は水やりの必要はほとんどありません。鉢植えの場合はこの鉢の土の表面が乾き始めたらたっぷりとやります。特に開花期や生育の盛んな時期は水切れに注意して十分に水を与えてやります。また冬は水やりの回数を少なめにして乾燥気味に管理をします。肥料についてですが、ルリ祭りは生育期は肥料を必要としますので、初夏から秋の開花の期間中、肥料はこのような環境性の化成肥料、これを月1回程度与えます。植え付け植え替えについてですが、ルリ祭りは生育が旺盛で根詰まりしやすいので、鉢植えの場合は1年に1回は植え替えが必要で、一回り大きな鉢に植え替えをします。用土は水はけの良い土を使いますが、配合されるのでしたら小粒の赤玉土ならに腐葉土3ぐらいの配合が良いと思います。植え付け植え替えの時期は遅霜の心配がなくなる4月の後半から6月頃が適期です。病害虫についてですが、ルリ祭りはそれほど病害虫に影響を受ける植物ではありませんが、まれにアブラムシやカイガラムシ、ハダニが発生します。アブラムシやカイガラムシ、ハダニは植物の樹液を吸って弱らせます。ハダニは高温の乾燥期に発生しますが、ハダニは水を嫌いますので、夏の涼しい時間帯に水やりをするとき、株全体に水をかけてやるとハダニの発生予防になります。手入れについてですが、ルリ祭りは5月から11月頃まで長い間花が咲き続けます。ルリ祭りの花を次々と咲かせるには、咲き終わった花柄を早めに取ることが大切です。ハサミを使って咲き終わった花の首からこまめに摘み取ります。切るときは新しい花が出ている部分を見つけて、その上の部分でカットするか、または枝分かれしている上の位置でカットします。そうしますとすぐに次の花がつきます。またルリ祭りは半つる性の植物ですので、沿わせるものが必要です。支柱やトレリス、棚などに伝わせて育てます。またルリ祭りは成長が早いので大きくなりすぎたり枝が混み合ってきます。そして枝が混みすぎて風通しが悪くなりますと貝殻虫がつきやすくなりますので、混み合ってきた枝はその都度剪定をして風通しを良くしてやります。その際ルリ祭りは強い切り戻し剪定にも耐えます。そしてすぐに回復します。ルリ祭りはこまめに剪定をして風通しの良い株にしておきますと、病害虫の害を受けにくく、初夏から秋まで長く次々と花を咲かせてくれます。ルリ祭りの増やし方ですが、増やし方には挿し木があります。挿し木は4月から9月にこの枝を約7センチから8センチ切って挿し落として増やします。また植え替えの時に株分けで増やすこともできます。夏越しですが、ルリ祭りは暑さには強いので特に夏越しの作業はありません。また冬越しはルリ祭りは関東以西の温暖な地域では戸外でも冬越しが可能です。ただ霜を降りる地域では室内に取り込む必要もあります。ルリ祭りは原産地では常緑に分類されていますが、
日本では冬は地上部が枯れることがよくあります。ただその場合も根の部分は生きておりますので、春にはまた芽を吹いて新しい花を咲かせます。地上部がなくなっても水やりを忘れないようにお願いします。ただ冬は水やりはできるだけ控えめに乾燥気味にしてやってください。最後にルリ祭りの特徴について簡単にお伝えします。ルリ祭りの原産地は南アフリカ。草丈は30センチから3メートルにもなります。花の時期は5月から11月と大変長く、花の色は白、青、紫で、暑さには強く寒さには少し弱いです。以上、今回はルリ祭りについてお伝えしました。ご感想、ご希望等ございましたらコメント欄よりお願いいたします。今回もご清聴いただきありがとうございました。